これ小さい子供にですね、えーと、どのぐらいまで数を数えれるかっていう、まあ、ある研究があるんですね。ちそちらのグラフをちょっと引用させていただいてるんですけど、えー、何かというとですね、中国と US、まあアメリカですね、だとその数の習得のスピードって実は違うんですよ。中国が実は多くの数を数えられるっていうふうになってまして、この上の方ですね。で、アメリカの方はあんまり数数えれないんですよ。 でもちろんそれは、なんか親の教育は悪いんじゃないか、うんまあ、そういうところもあるかもしれませんけれども、ただ、なんとなくお分かりの方は分かると思うんですね。で、こういうところが、まあ、きの話にもつながってくる数のデザインっていうところかなと、私は思ってまして、はい、なんか、ちなみにお分かりの方いるかな。よかったらチャットで送ってみてください。なぜだと思います中国とアメリカでなぜ数の収録が変わってくるのか。ちなみに日本も早いと思います。アメリカに比べれば。 中国とか日本とかだと、あの11とか12っていう形で規則性があって覚えられるんですけど、アメリカの場合、12っていう形で、ちょっと言葉があの12までですね、あのちょっと特殊な数え方するじゃないですか。なので、そういったあの意味もあるんじゃないかな。 いうふうな、えー、一応考察が出ております。で、ふうにその数の読み方に一定の規則性を置くか置かないかで、こう習得のスピードまで変わってしまうっていうのもすごく面白いのかなというふうに思います。で、ここからですね、ちょっとアートの世界の話をちょっと軽くさせていただくんですけど、まあ今日のテーマは一応アートとデザインとか、まあそういったところとあと数学ですねの関わりなんですが、私がアートと数学でどこで関わりがあるのかなっていうところを思いますとですね。 1960年代に流行ったミニマルアートとかミニマリズムって考え方があるんですけど、いわゆる最小限の要素で何かを表現するというものですね。見てください、これ。箱なんですよ。<laughs> 箱が壁にくっついてるだけと。あとは、こう、部屋の中に箱があるようなものだけとか。あるいはこういった、えー、何か平面を十字で区切っているようなものですね。こういったものもアートとして1960年から認められているという話になります。うん え、これがアートなんですか？っていうふうに人によっては思うかもしれません。はい。でも私は結構これね。好きなんですね。しかもなんか数学っぽいですよね。数学って結構なんか、論理的に物事を積み上げていってで、しかも何て言うんですかね。曖昧なものがあまりない。1か0みたいなまあ、コンピューターと同じですね。1か0で考えるというところがあるので、こういったところも平面をこううまく切っていくっていうようにも見えなくはないのかなというふうに思います。 でそういった世界がただどこで始まったのかあの我々の知ってるアートって何かを模写するとか、えー、人を模写して描いたり風景を描いたりだとか、えー、するようなものだったりするんですけど、えー、と現代アートと言われているですね、まあ、いわゆる常識を覆すような新しいアートっていうのが、まあ、20世紀に入ってから始まるわけです。 で、そのうちの代表作として、まあこれが現代との始まりじゃないかっていう作品らしいんですけど、後で稲葉さんと違ったら補足してほしいんですけれども、えっと、マルセル・ジュシャンのですね、泉という作品がありまして、はい。で、こちら何かっていうと、えー、男性用の便器をただ横にしただけっていう、そういうアート作品なんですね。ちょっと意味がわかんないんですよね。これがアートなんですかって感じがすごくします。でもアートだって言われたらなんかアートのようにも見えてくると,ということですね。なんか日常の中に、 こういった要素がなんかあるんじゃないかとか、あるいはなんか我々の常識を覆すようななんか視点が、そこでなんかこう新しいアートの気づきというか、を作ったのではないかというふうに思うところがありまして、で、どういうことかっていうと、実はこの1917年という年代に注目してほしいんですが、実はですね、えーと、数学、物理学でもこの年ぐらいにですね、大発見というのがありました。えー、何かというと特殊相対性理論と一般相対性理論っていうのがありまして、いわゆる 一人一人持っている時計が違うよとか、一人一人流れてる時間が違うっていう考え方なんですよ。はい。まあちょっとこの話するとね、あと3時間くらいかかるんですけど、<laughs> えっと、えー、まあ簡単に言うとそんな感じです。はい。で、これが、えー、いわゆる我々が持っている常識を覆したわけです。誰もが共通の時計を持ってるんじゃなくて、一人一人持ってる時計が違うと。なんか空間が歪めとか、そのわけのわかんない話なのが、この19、特に1915年の一般相対性というのは出てきたわけです。何なんだろう だからそういったものがもしかしたらなんかこうアートの世界にも影響を互いに及ぼしてるんではないかというようなものもなんか思ったりするわけですね。はい、なので今日もなんかそんな話もできたらいいかなと思います。あと一つ、えー、とアートの話をちょっとさせていただいたんですけどデザインはまたちょっと違う視点なのかなというふうに思ってましてで私なりの解釈でいうとアートはどっちかっていうとこう、まあ、作り手側が表現をするようなものだったり。 すするのかなといいううふうに思いますでデザインというのは、どちらかというと、相手のことを考えてなんか作っていくようなものな気がしております。あと、こういったモデルもあるので、ちょっと一つ参考になるかなと思います。シーダモデルというふうに言いまして、一橋大学のですね、方が、企業が新しい価値とかを創出するための枠組みとして、こんなモデルを提唱しております。要は、今までは、どちらかというと、左側ですね。ただ単に何か、 問題解決をするようなものだけを生み出せばいいんじゃないかってところだったんですけど、それだけじゃなくて、なんか意味的価値みたいな、アート、デザインみたいなものをえ加えてですね、なんか付け加えた方がいいんじゃないか、あるいは、右上のアートから、ある意味でこうなんか主体的な問題提起みたいなものがありまして、そこから左側、いわゆるこうサイエンスの領域ですね。 じゃあその数学によってそれを深掘りしていきましょう。あるいは価格によってそれを深掘りしていきましょうという世界。でれから下の方に行って、じゃあそれを具体的に問題解決していきましょうというものですね。ただ問題解決してもなかなか多くの人が使ってくれない。であればデザインですね。世界を持ち込むことによって多くの方に使ってもらえるようにしましょうとで。こういうサイクルを企業の中で作り出すことが大事なんじゃないかと。 まあ、つまり、そのアートの世界だけではない、あるいはデザインの世界だけではなくて、こう、サイエンスとかエンジニアリングみたいな世界と紐付けてですね、数学もあるべきなんではないかと。ということですね。で、実際、えー、まあちょっとだいぶ昔のこれ研究、研究というかアンケートなんですけど、2009年のやつなんですけど、えー、博士課程のですね、学生に、え、数学だとかですね、えー、数理科学の研究にとって他分野と連携が必要なのか、ってアンケートがあったんですけど、 87%の方がですね、オカブエと連携を必要としているというような結果もあります。じゃあ実際ですね、本当に必要なのかって見てみれば、我々の知らない間にたくさんのこう数学的なアーツとかデザインみたいな領域っていうのがあるなと思ってまして、例えば東京オリンピックのロゴですね、これ、所さんという方がデザインしてるんですけれども、このロゴもですね、非常に数学的に実は構成しております。正十二角形の対角線を結んでですね、それでロゴが形成されているとか。 あるいは、これ昔から知られている美しい日という日があるんですけれども、1対1.6ぐらいの日。はい、この日のことを黄金比とかって言ったりします。はい、で近いのは名詞のサイズです。でこれがこう美しい日なんではないかっていうのが昔から実は言われておりまして、様々なアート作品だとか、あ,あるいは建築物にこういった黄金比が含まれている。なんていう話もあったりします。はい で、私も実はこの会社を創業当初にですね、えー、名刺をですね、黄金比にしようということで、1対1.6で名刺を作ったんですよね。はい。そしたら、あの、通常の名刺のサイズがね、1対1.65だったんですよ。だからほとんどわかんなくてですね、なんかちょっと名刺が欠けてるみたいな感じしかなくて、あんまり意味なかったですね。はい。そんな感じです。で、えー、そういった黄金比を活用するとですね、なんと賞金100万円がもらえてしまうという、そういったあの、東京ミッドタウンアワード2018のところですね、あの、 黄金比を,を使うと、ね、こ、ね、んなふうに螺旋が描けるんですけどでそれを使ってですね弁当箱を作ったらなんと100枚もらえちゃったというですねそんな事例もあります。はいまあ、これぐらいだったら私でも作れたんじゃないかと、まあ、いうふうに後だったら思うんですけど <laughs> あのすいませんね取った方すみませんという感じなんですが、まあ、こういったですね、まあ、でもいずれにせよ数学的な要素がデザインと絡んでるところがあるんではないかという風うに思うわけです。<music> わから